前田殿も。毎度岩本でございます、10月19日プロ野球クライマックスシリーズファイナルステージセパ両リーグの模様を岩本の解説をお届けしたいと思います。タイガース、もういきなりのワンツーですよね。で、今日の試合は2対1サヨナラ勝ち。大変甲子園球場盛り上がりました。すごかったね。最後木浪のサヨナラヒットエグかったね。エグいっていう表現がどうか分かんないんですけども、まあそれをね任せられた、ピッチャー伊藤将司7回投げて1失点、もう抜群の投球だったね。こんな大舞台でもその投球ができるピッチャーになったのかと、皆がそうやって彼に対してほーというような目でね納得を感じたんじゃないでしょうかね。でもね、大瀬良も7回1失点めちゃめちゃ頑張ってましたよ。カープのその期待をしっかりと背中に感じながら、それをマウンド上であれだけ表現できるピッチャーってなかなか少ないんですよ。だって完全アウェーでしょ。その完全アウェーの中で自分の持っている力以上のものを表現するってすごいことなんですよ。それができるピッチャーなんですもんね。その後島内にもちゃんとホールドついてます。栗林、結果負け投手ですけども、まあそういう場面で必要とされるピッチャーですよね。でタイガース伊藤の後は石井、しっかりホールドつけて、で島本、まあヒットこそ打たれましたが、その後ブルワーがちゃんと大きな火傷にならないようにそれを整えて、岩崎にねそのマウンドを託し、1イニング14球2三振と。日本のプロ野球って点を取られなかったら負けないんですよ。それをすごく感じさせてくれる今日のゲーム運びだったんですよ。阪神と広島ね。で9回にランナー溜めて栗林がちょっとアップアップしだした時に、普通ね勝ち急ぐとあそこバンバンバッと出るんですよ。じゃなくて見極めて最後仕留める、そういう阪神のあり方に、あ、やっぱ今シーズンリーグ優勝するチームなんですよねとすごく感じたじゃん。思い知らされました。強いね。この勝ち方って1対1のスーパーロースコアでやってくる中で、9回に延長に行かずにサヨナラ勝ちでしょ。これ勢いで言うとすごいんですよ。これは大手をかけた阪神タイガースはよっぽどなことがない限り、まあこれストレートで言ってしまうんじゃないかと。ね、大竹と床田の投げ合いですけども、両チームの先発ピッチャーとても好投手ですよ。でもその大竹はね、いろんな事情を抱えてるピッチャーの中で、チーム状況のいいという援軍とともにホームアドバンテージ、甲子園球場のあの空気は彼が大きく崩れることを想像させる、いくよね。阪神ストレートの可能性高いね。それをすごく感じてしまう試合でした。さてオリックス対ロッテ、これ面白い試合やね。先発ピッチャーが田島とメルセデスで、田島立ち上がりいきなり失点です。用意ドンでフォアボールから始まって三振取ったんですけども、石川慎吾のヒット、そしてタイムリーじゃなくポランコのセカンドゴロの間に1点、先取点ですよね。これね、こじつけじゃなく、なんか4番バッターがバッターボックスに入るとなんか点が入るっていうような野球なんですよ結局。でもその先取点をね、オリックスはさすが優勝チームですよね。1回の裏、こういう短期決戦で、しかも怖いもの知らずで下克上を狙ってるそのチームがやってきた時に、先取点ってめちゃくちゃ大きな材料なんですよ。その1回の裏にいきなり、メイクチャンス、ほんでクリーンナップへと打順が回った時に、ポコポコタイムリーも犠牲フライも含めてですよ、同点どころか逆転したところに主導権を握らせないチームなんだなというような、もうそういう空気ですよ。ほんで1回の表裏で3対1で2点のリードオリックスが取りました。2回3回4回5回とで、膠着したその試合が進んでる中で、これね、ロッテが6回の表に逆転します。これね、僕がいつも言ってることですよね。田島6回の表、これエアポケットやね。先日里崎智也さんも言ってたの。里崎さんがね、得点が入るイニング6回上げてた。これね、僕も以前から現役の時から感じてたんですよ。ラッキーセブンじゃなくてラッキーシックス。特にホーム球場で投げてるピッチャー難しさがある、これ何度も言ってますよね。5回の裏終わってストレッチタイム、グランド整備やダンスパフォーマンス、その後6回の表って妙な空気が流れるんですよ。勝手に一新されてますから。そのふわふわ感に飲み込まれた田島がいたように感じましたよ。なんかやることがうまくいかないんですよ。これはね、プレーボールの立ち上がりとよく似てる。うまくいかない。何やってもボール切れてるんだけど、いいボール投げてるんだけども、何かことがうまく運ばないというね、それを感じたんじゃないかな、この大一番でね。結果6回投げて4失点やもんね。逆転したロッテ、4対3と逆転したんですけども、7回の裏、やるよね。逆転したロッテが、これワンを持して投手リレーかますときに、7回の裏に、もともとオリックスにいた澤田を
マウンドに上げましたよ。澤田がマウンドに上がり、もう鼻息荒かった。それが2アウト取った、2アウトランナーなしからデッドボールかね、デッドボールで、その後0-1から、セデーニョの逆転ツーランですよ。まさかですよね、逆転した次のイニングでまたまた再逆転される。今日の試合は先取点ロッテで、逆転したオリックス、逆転 し返したロッテで、また7回裏に大逆転。こんなシーソーゲームありますか？お互いのチームが前のめりですよ。分かってます、そりゃそうですよ、こんな展開ですから。ほんで8回になって9回の表、ファーストステージで僕どこぞでキーマンはってよく聞かれるんで、マリーンズの場合は安田、藤原、左の打者、ね、で右で言うと山口で、ええとこで井上、これはね、そのシリーズのキーマンというよりもロッテが勝ち上がるにはこの4名、右と左でプラスアルファで若手や、さあ中堅に差し掛かるその選手たちがバッと聞くと、どうやっても止めれない打線として、優勝争いするチームだなんてコメントしてたんですけども、安田がファーストステージで送りバントの時に2球失敗して追い込まれた後、右中間にタイムリーヒットって、あれ監督が監督やったらその前にちゃんと決めとけよっていう話で、ラッキーパンチでタイムリーになったんやろっていうようなこと言うんですけど、違うよね、吉井監督は吉井マジックですよ。安田悪い、最初から打たしとったらよかったのに、こんなこと言える監督ってなかなか少ないんですよ。で横で金子コーチも悪かったなみたいな。それでね、安田が送りバントを決めれなかったことを引きずらずに、次の自分の活躍する場に普通に移行できたということ、これね、タイムリー打ったからじゃなくて、ベンチのそういう粋な計らいと粋な判断が安田の野球のをすごくクリアに保ったっていうことなんですよ。意外とあれバント決まらずにね、あかんなあかんな困ったな、でも結果タイムリーヒット打った、でも俺なんでバント決まらなかったやろ、じゃなくて安田が打ちゃいいんですよに変えることができた、頭の中を、それを作ったのが吉井監督やったし、ロッテベンチやったと思う、ね、でそのクリアになった頭の中があるから、セカンドステージでもいい状況でバッターボックス入れる、でここ一番で結果出すということですよ。絶対絶命9回のそのイニングで、安田が同点にしっかり追いつくバットを引かせた、それはね、もう怖いもの知らずで戦ってるマリーンズですよ、負け元ぐらいですよ、はっきり言うて、王者オリックスにもう目いっぱい襲いかかってるわけですから、そこで同点になったらイケイケやね。山口がしっかりと犠牲フライ打って、ランナーもめちゃくちゃいいスタートで、ホームベースのスライディングもめちゃくちゃいいスライディングで、ロッテに好循環が生まれてるとということなんですよ。もうオリックスはもう本当に新しいブルペンのスタイルで、山岡もとてもいいボール投げてたように見えたんだけども、結果がやっぱついてこなかったっていうのが、ロッテのやっぱちょっとずつ盲信的な姿に何か勢いがあったんじゃないかな。これはいやらしい勝利ですよね。オリックスアドバンテージ含めて今現在星勘定で言うと2勝1敗計算ですよね。気持ち悪いで、タイガースは星勘定3勝0敗計算ですよね。まあこれおそらくストレートでいくでしょうっていうぐらいの勢いなんですけども、これオリックスは明日の試合でしっかり勝ち星を上げないと、東沢村の投げ合いでブルペンデーになるんですかね。吉井監督らしい起用ですよね。オリックスは明日の試合取らないとめちゃくちゃ重たい試合運びになる、シリーズ運びになると思うんですよ。だってこれブルペンデーでね、沢村がいいピッチングして勝利のレールを敷く、いきなりドーン、その役割果たすと後続のピッチャーたちもその気になるし、バッターたちは好循環を生み、ね、チーム全体が俺たちいけんじゃねえみたいになるんですよ。なので面白いなロッテ。何沢村行く、これまたもう試合をチェックするのに目を離せる時間がないじゃないの、目が離せないじゃないの。岩本いつまでやっても睡眠不足やわ。そういうプロ野球が大好きです。はい、野球が大好きです。明日も両リーグの試合録音させていただきます。おめでとうございます。